今回のプレゼントはこちら、世界のビーチお土産セット。パラオの帽子やセブ島のギターなど1名様にプレゼント。応募方法は動画の後半に出てくるから最後までチェックしてね。トマズとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で内職員だ。チーム分けはご覧の通り。罰ゲームをかけてクイズスタート。本日の内緒クイズはこちら。新人リポーター藤原達也が調査してくれたドバイから出題。ドバイの街を見ると多くの世界一のものがあります。世界一大きな額縁ドバイフレーム、ね、世界一高い高層ビルバージカリファ、世界一大きなモールドバイモール、うんうん、ここで問題。このビルはあることで世界一なのですが、一体なんで世界一になったのでしょう。はい、こちらの建物は何が世界一でしょうか。はい、どうだ。細長い。おお、この細さでよく立ってるんだね。そうね。下がの面積が違うんだね。違うんだ。さあ、世界一窓が多いビル。おお、部屋とか。なるほど。あんなに違います。世界一あの家賃が高い。 あそこが確かに ね、うん、違いますね。世界一ギネスに乗ったビル。どういうあ、ちょっとそこまで考えてない。おそらくギネスに乗ってるのかもしれません。そのこと世界一の何々でね、はい、高級鳥の社員が多い。どういう基準で分かんないけど、すげえ金、なんか5000万クラスの社員が。世界一の5000万クラスの分かんないけど、すごい金持ちが。違いますね。世界一に一番速いのエレベーター、うん、あーピュッとね、ピューンしました。いいとこついてるけどね。違います。世界一ねじれてる。正解。正解は世界一ねじれているビルでした。すごい。こちらのビル、カイエンタワーといい、1階から最上階にかけて90度ねじれた構造になっているんだって。ということで、三村チェルシーチームの勝利。アンジェロセイラチームは罰ゲーム決定。今回から新しくなったこちらのパチンコ台を使って罰ゲームを決めちゃいます。それでは罰ゲームチャレンジスタート。スタート。これはねじぎる。アンジェロさん、お、怖い。入ります。果たして今回の罰ゲームは。本当にダメ。ドライドリアンだね。ダメダメ、ドライドリアンダメ。あ、来た。あ、出た、臭汁。あ、違う。あ、もう来た。ゴーヤか。あ、2人とも大丈夫だよ。ということで、罰ゲームはゴーヤ玉縛り。なんでゴーヤ、ゴーヤ。いや、もうこれで超健康だよ、今日。いや、絶対そう。血液サラサラだよ。でも、セイラがこれダメであってほしいな。それでは、罰ゲーム執行。いただきます。おいしい。何なんだ。罰ゲーム強いよ。何を嗅いできたんだよ。何でも大丈夫。余裕あるこいつ。むかつく。何でも大丈夫。私はキラキラ余裕がある。リアクションが全然違う。迷いがあって。何不安になってる。それではプレゼントの応募方法をお伝えします。今週の罰ゲームは何だったのかを明記の上、ホームページからご応募ください。以上、サマスとミスマリンちゃんのプレゼントが当たるドキドキ水着で大賞クイズでした。